干し芋。干し芋、干し芋、干し芋は、さつまいもを蒸して乾燥させた食品である。日本においては、全国各地で作られているが、産業としては8割以上が、茨城県で生産されている。正式名は、干し蒸し切り防止だが、乾燥芋、乾燥芋、乾燥芋、切っぽし、芋カチなどと呼ばれることもある。大きさは、さつまいもによって様々だが、 一般的に店頭で販売されているものは一辺が、長さ10から15センチメートル、幅5センチメートル程度の細長く薄い板状をしている平干し。薄切りにしないまま干した丸干し芋と呼ばれる、長さ10センチメートル、直径2から3センチメートル程度の棒状のものもある。ほか、近年は食べやすいように各棒状に細切りにした商品も出回っている。 表面が白い粉で覆われている場合があるが、これは芋の自己分解で生まれた糖分が表面に出て結晶化したもので、カビではない。適度な水分を含むため、粘土のある噛み応えと、さつまいもらしい甘みが特徴的である。そのまま生で食べても良いが、火で炙る、焼き方で口実すると柔らかくなり、甘みも増し、また表面を軽く焦がすことにより香ばしさが生まれる。 栄養面でも優れている。コレステロールは含まれず、成長作用のある食物繊維を多く含む。ビタミン B1 やビタミン C、カリウムにも富んでいる。アルカリ性食品に分類されることも、健康に良い根拠として上がる場合がある。工述するように複雑な製法ではないが、時間と手間がかかるため、価格は1袋 500g で1000円程度するものもある。 また製造時の歯切れを集めたものを、節香、瀬、香、白こたといい通常品の半値程度で販売されている。形が整っていないために二級品扱いで安価ではあるが味は変わらない。家庭でも作ることができるが美味しく仕上げるには蒸し方にある程度のコツが必ずとなる。蒸してから干す。現在の製法が確立されたのは文政年間の頃。 現在のお前崎市にあたる地域であると言われる。その後、保存食として全国各地に広まった。日露戦争で野戦食としても活用され、軍人芋と呼ばれた。1908年から、茨城県中港、現在の日立中市での生産が始まり、農寒期の副業として定着した。導入経過は二節あり、一節にはせんべい屋の湯浅。 富士七という人物が導入し、宮崎利七が静岡からの技術支援を受けて、中港の水産品物加工設備を流用して、企業化した。移設としては、小池誠二吉兵衛、大内寺山兄弟が、茨城県知事の森正孝に検索して、静岡からの技術者2名の派遣を受けて、製造を始めたとする。ただし、後者の小池らの事業は、ごく小規模に、 個人レベルで言っただけと見られる。その後、減量のさつまいもに適した土壌だったことや、冬の乾燥した気候が生産に適していたことから、現在は、茨城県が圧倒的なシェアを誇るまでになっている。収穫後のさつまいもを水で洗って、皮をつけたまま1から2時間ほどかけて蒸し上げる。蒸し器から出した後、皮を剥き、すだれに広げ、冬場の寒風を利用して、 天日で一週間程度干す。そのまま干されることもあるが、ピアノ線などを使って一センチメートル程度の厚さに切ってから干されることが多い。切らずにそのまま干した丸干し芋の場合、二十日間ほどのより長期の乾燥が必要になる。よく乾燥させた方が保存性は高くなるが、食感は硬くなる。サツマイモの甘みを増やすため、サツマイモを収穫後に寒気に当て透化させるなどの 工夫もしている。近年は衛生確保のためビニールハウスや網を張って乾燥させていることが多い。また近年は雨量が増えて天日乾燥が難しくなったため機械乾燥で生産されるものもある。蒸すのではなく茹でたものを干す場合もあるがこの場合でんぷんが濃化しないので蒸したものより硬くなる。原料となるサツマイモの品種は玉井鷹種。 玉豊、農林22号が主で、泉種、泉13号も使用される。2005年頃からは、新品種の玉乙女種も使用されている。紅マサリや、クレナイはるかを使ったものもある。主力の玉豊種は、今では欲しいもの専用品種に近いサツマイモで、1961年から使用されるようになった。他の品種と比べて大型で、外皮、肉色とも白く、 食感はホクホクではなくねっとりしている。生では白いのに、干すと飴色に変わる。さつまいもの収穫後に製造されるため、必然的に干しいもの製造は、冬季から初春に行われるが、冷凍保存されたものが一年を通じて流通している。県別の生産校では、茨城県、ひたちなか市、東海村が全国第一位となっているほか、冬の空っ風が強い群馬県。 明治時代に産業化が始められた静岡県、長崎県などで生産が多い。最近では、茨城県の業者による技術指導のもと、中国産も出回っているが、国産に比べ甘みや食感に差異がある。室温保存も可能であるが、保存料等は使われておらず、さらに最近のものは食感を良くするため、乾燥しすぎないようにしているのでカビが発生しやすい。 このため冷蔵庫での保存が好ましい。冷凍にすれば長期保存が可能である。なお、適切な保存がされずにカビが吐いてしまい、クレームを招くことの多い商品の一つであるが、前日の結晶化した糖分がカビと見間違えられただけのケースもある。店頭販売用の干し芋は密封性の高いフィルムで作られた包装袋に、 脱酸素材と同粉することで、日持ちを向上させている。欲しいもの焼き方については、オーブンや電子レンジ、ストーブの磁気熱などで温める方法がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。